のろし夢中。足の小指を強打したしょっちゃんです。痛い、痛すぎ。いやいや、そんなこと言ってられませんよ。今日は食玩の発売日。今日買ってきたものはこちら。地味でしょ、とっても地味でしょ。欲しいものだけ買ってきたの。地味だけどさ、サーベラーよ、手に入ったの、よかった。それにしてもね、サーベラーの箱おっきいんだよね。今日はサーベラー開けていきます。そして組み立てていきます。明日食玩戦隊ギア039レンジャーギアやっていきますよ。ついでにね、ギア1個だけじゃねえ寂しいんで、キューレンジャーのアイテムとともにねお送りしたいと思います。それでは今日は張り切っていってみよう。改めまして、本日紹介いたしますのは、ソード仮面ライダーセイバーブック8、7番サーベラボディ、8番サーベラアーマー、2つ合わせて仮面ライダーサーベラを完成させていきます。今回のソード箱がとにかくでかい。まあ理由としては、これね、後ろ見たらわかるんだけど、今回のラインナップにキングオブアーサーがいます。このキングオブアーサーが巨大なため、なんとその他の箱まで大きいっていうね。しょっちゃんはね、キングオブアーサーの箱だけ大きいのかなと思ったんですよ。あとは普通かなと思ったら、すべての箱が大きかったです。どれぐらい大きいかっていうと、こちら、これはね、普通の騒動の箱の大きさです。並べるとこんな感じね、大きいでしょ。分かりやすくするために、こういう風に重ねると、ほら、こんなに大きさの差がありますね。でかいでしょ。なんて言ったって背が高いっていう感じのブック8でございます。それではまずラインナップ見ていきましょう。はい、今回のラインナップこんな感じ。発売情報などでもお伝えしているんですけれども、1から12、全12箱あります。セイバードラゴンアーサー A セット、 B セット、キングオブアーサー A セット、 B セット、 C セット、 D セット、サーベラボディアーマー、最高 X ソードマンパワフルボディアーマー、最高 X ソードマンワンダフルボディアーマーとなっております。そのうちの今回は大本命サーベラ完成させていきたいので、サーベラボディアーマー買ってきました。では箱を見て中身を開封していきましょう。まず箱2つ並べるとこのような感じになります。そして箱のてっぺん、こんな感じです。では1箱ずつ見ていきましょう。まずは7番のボディです。このようなパッケージになっております。楽しみですね。この色がね、いいよね。ゴールドとの組み合わせ最高。そして箱の他の部分はこんな感じで、裏側このようになっております。素敵。今回のかっこいいポーズはどうしましょう。普通に立ってる姿もかっこいいし、シャキーンっていうのもかっこいいね。でも、普通に立ってるサーベラ好きなんで、普通に立ってるサーベラをかっこいい決めポーズ作りに使っていきたいと思います。はい、ここにね、先ほども言いましたラインナップが書かれております。はい、では開けていきましょう。これ説明書の文字とか、組み立てのね、説明の文字とか大きくなってるのかな。箱が大きいの気になります。わ、余裕がありますね。いつも騒動のね、いつものこの大きさだとパンパンに入っていたりするんですけれども、とっても余裕があります。はい、出ました。ボディ、このように、あ、箱邪魔だね。このように入っております。はい、では見ていきましょう。取り出します。あー、こういう感じか。画面でね、この映像でどのように伝わるかわからないんですけれども、しょっちゃん的にはもうちょっとね、赤みが濃いのかなって思ったんですけど、めちゃめちゃ茶色っぽいですね。だからといって赤みはね、ないっていうわけではないんですけれども、ちょっと赤めの、ほとんど茶色っていう感じ。シール貼る前はね、このようになっております。白の塗装されているっていう感じですね。ほとんど細かな塗装っていうのはありません。はい、こんな感じ。そしてシールです。まあ、ぼちぼちありますね。今回は、あれれ、逃走してくれないのっていう感じ、正直言ってね。はい、こんな感じです。それじゃあ、箱の裏側見ていきましょう。箱大きいな。せーの、じゃじゃん、大きい。本当に大きい。あ、
説明もね大きいですね。これたまたま近くにあったシャドウのアーマーの箱なんですけど、ほら見比べると大きい気がする。そうだよね、スペースがあるもんね。うわ、とっても分かりやすい。これは老眼の人にはねいいんじゃないかな。はい、こんな感じになってました。ではシールを貼っていきましょう。おっと、皆さん一発目からシールのカット怪しさ出てます。サーベラボディ完成しました。こんな感じでね、シールはポチポチでしたね。なんかすっごい貼るの難しいとかそういう感じはありませんでした。では次行ってみましょう。お次はサーベラアーマーです。箱こんな感じになっております。裏側こんな感じです。正面見てなかった、正面近くから見るとこんな感じです。楽しみですね。開けていきましょう。ほい、ああ顔の部分ね。はい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 、そんな感じ。はい、では見ていきましょう。こんな感じで入ってました。頭、手、遠影剣のおろし、それから、あ、ここね、気になってたところ、ゴールドに塗装されてる。いい感じ。後ろ側から見ると、こういう風になってました。では、一つずつ見ていきましょう。まずは頭ですね。頭が、こちら。おー、いい感じ。いいですね。口元、そして頬のところ、頭塗装されております。なんだか若干中途半端な気がします。はい、そして後ろ側こんな感じ。穴開いてないのは多分これでコイン防止になるからかな。これピンと出たところで穴開いてません。いい頭です。続きまして、これはどこかな。あ、これはきっとふんどしみたいな部分ですね。例えがふんどししか思いつかない。はい、そして遠影剣のろし、プレ版でね今回買うのをやめたので、しょっちゃんの遠影剣のろしはこれ1本。うん、これシール貼る感じになるのかな。シール貼る前の状態しっかり見ておきましょう。こんな感じになっております。はい、 OK ですか。じゃあ次いきますよ。次が手、
開いたってついております。これは背中腰元のパーツかな。どうなってる、これふんどし、あれ どうなってる。塗装はねここされています。はい、こんな感じ。あとは胸元と背中のパーツかな。前の方になる胸元の方は金色に塗装されております。最後にシールと、これは台座ですね。シール見ていきましょう。こんな感じです。顔の部分のシールうまく貼れますように、そして遠泳剣のロッシー、この部分もねうまく貼れますように、スタンドに貼るシール、仮面ライダーサーベラ、このようになっております。では箱をね見ていきましょう。箱の裏側このようになっております。ではではシールを貼っていきましょう。はい、ということでシール貼り終わりました。いよいよサーベラ組み立てでございます。では行ってみましょう。サーベラ完成です。いいですね。これを見ていきましょう。全体的に見るとこのような感じです。近くから見ていきましょう。まずは頭の部分、このような感じになっております。結構複雑な形してますよね。まあ仕方ないけど残念だなと思うのが、なんかこの辺のやぼったさね。これは仕方ないですけどね。正面から見るのをおすすめしますっていうような感じのねする見た目でございます。そして胸元、肩パーツないんですよね。でこの辺のねふんどしみたいなところとか、これがね綺麗ですね。そして足元です。こんな感じになっております。では後ろ側、はい、後ろ側はまあこんなシンプルな感じですね。で遠泳剣のろしでございます。このような感じになりました。昆虫大百科のワンダーライドブックですね。そして剣の部分で、ここね持ち手の部分こんな風になってるんですね。はい、こんな感じです。持たせると先ほどのようにね、こんな感じでかっこよくなります。では
ここでかっこいいポーズ決めていこうのコーナー。今回はサーベラスさん、このポーズかっこよく決めていきたいと思います。ではね、この画像を見ながらね、そっちゃんが頑張って作るところ見届けてください。では行ってみよう。まず首はこっち向いてね、こっち向いてぐっと顎を引いてます。そして体は、あ、首と一緒なんだけど、足が片方前に出て、後ろがちょっと曲がってトンみたいな。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。手が、これパーの手だね。手を付け替えよう。よし、右手だね、これだね。これに付け替えて、よいしょ。そしてこんな感じかな。ちょうど見えないんだよね。こういう風に見て、ちょっとパッと、パッと、パッと、ここが少しふわっと。で、この手が、後ろにちょっと見えてる感じの、見えてる足、ぐっとこっち向ける。こんな感じじゃない？これ難しいね。こっちの足つけてないから、でも棒もつけたくないから、ここにつけて、トゥン、トゥンみたいな。この感じかな。足元、しっかりついた方をね、下にするので、こっち側につきました。後ろの棒をつけたくないのでね、あんまりね。これでポーズを決めてみましたが、はい、こんな感じ。カメラの位置が悪いからちょっとこの辺にクッとして、はい、こんな感じでしょうか。では見比べてみましょう。せーの、はい、うん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 、ぼちぼち、いいのではないでしょうか。はい、そんな感じで本日はソード仮面ライダーセイバーブック8、7番8番で仮面ライダーサーベラ完成させてまいりました。うん、美しいしょっちゃんとデートしてくださいなんてね、言ったらぶっ飛ばされそうですね。うん、のろし夢中っていうか、サーベラに夢中。ほんと美しいですよね。演じているアンジェラさんもね、ほんとね、美しい。最初嫌いだったんだけどね、今好きよ。信頼兄弟最高。はい、そんな感じでございます。他にもね、ドラゴンアーサーとかキングオブアーサーとか、最高 X ソードマン、パワフル、ワンダフル、それぞれ発売されておりますので、気になる方はぜひ買ってみてください。箱が大きいのでね、ブック8すぐわかると思います。ではでは、今日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。約2ヶ月ぶりの騒動、たまんなかった。やっぱり騒動はいいですね。次のブック9はクロスセイバー来るでしょ。で、デュランダル、お兄様も来ると思う。その辺はね、絶対ショッちゃん買おうと思っております。では、今回の騒動はサーベラのみなので終了でございます。次が楽しみ。そんじゃまた次の動画でお会いしましょう。サーベラに夢中。